こんにちは、スプリングです。今ご覧いただきましたのは先日投稿いたしました網走訓練の動画になります。本日はその訓練列車が大阪方面に帰っていく様子をお伝えしようかなと思います。やってまいりましたのは姫路市市川橋梁です。本日撮ろうと思いますのはこのようにシルエットの撮影をしてみようかなと思っております。と言いますのも DD51 は独特な形をしておりますので、シルエットで撮るとなかなか目立つんじゃないかなと思ったからです。というわけで訓練列車やってまいりました。というわけで写真はこのようになりました。思った通り独特なシルエットが出てきましたね。いや、撮ってよかった。さあ続いて加古川駅手前にある加古川橋梁にやってまいりました。いやー、晴れてたと思ったんですけどね、こちらはやっぱ雲に隠れてしまっております。まあしかし太陽がね、光は出ておりますのでシルエットは撮れるかなと思いますので、こちらでも先ほどと同じようにシルエット撮影をしていこうかなと思っております。ちなみに今回は2台で撮影をしていこうと思います。1台は望遠レンズを使った望遠撮影、そして片方は広く撮った、広角レンズの撮影でしていこうかなと思っております。さあまず練習列車、普通列車がやってまいりました。223系ですね。まあ、こう見るとね、223系とかやっぱりシルエットとしてはあんまり不適格かなと思います。何が走ってるのか全然わかりませんよね。動画だけじゃなく写真でもやっぱりちょっと何かが分かりません。まあ、これじゃダメですね。 DD に行きたいです。空は太陽が曇っているおかげでなんとなく幻想的な雰囲気には見えます。まあでもやってきたのは223系ですので、先ほどとあんま変わり映えはいたしませんね。さあ次第に網走訓練がやってくる時間になりつつあります。今右側から来ていますね。しかし左側からも新快速がやってきてしまいました。うわ、これはちょっとやばいと思ったんですけども、さすが新快速ですね。こちらの方が断然早かったです。今離合いたしました。さあそろそろ太陽の光の中に入ってきました。やっぱり目立ちますね。先ほどの新快速での223系と違って客室もよく目立つようになっています。さあでは撮影をした写真を見てみましょう。まず広角はこのようになりました。 DD と客車が目立っていいですね。さあ続いて望遠レンズです。こちらはもっと列車をメインに撮ってみましたよ。こちらもよく目立ってよかったなと思います。というわけで今回シルエット撮影をしてきました。実はこちらの撮影地とでどっちにしようか迷ったんですけども、加古川橋梁の方もあちらはあちらでよかったと思いますので撮影をしてよかったなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。